我が家の向かいに新しい方が越してきた。そこは小一女児と幼稚園男児がいるお宅。人が良さそうな奥さん、以下 A ママで、ベランダでお互い洗濯物干してたら挨拶してくれたり、お互い外に出てたら向こうから話しかけてきてくれるぐらいだった。うちには1歳の息子がいるけど、まあまだ一緒には遊べず、外にいてもバラバラに遊んでた。そしたら A ママが、あなたのお家大きくていいわね、羨ましいと話しかけてきた。いつもお家を褒めてくれるから、そんなことないですよわらとか返して、その場は終わり。で、お昼ご飯の時間になって、みんなお家へ帰り、うちもご飯を食べてゆっくりしていたら、急に網戸が開いた。我が家は外に面してる大きい窓がある。開けたのは向かいの幼稚園男児。びっくりして男児の手を取り、向かいに行くと車がない。呼び鈴を押しても出ない。連絡先は交換してないし、うちもこれから用事あるから仕方なく通報して保護してもらった。で、バタバタ当地も出かけて、夕方帰宅したら鬼の形相をした A ママが、子供見ろ、一人しか子供いないのずるいとか叫んでる。いや、自分で決めたことじゃないんですかと返すと、 A ママはなぜか泣きながら大声で、パパが〇〇したの、だからできただけ、私決めてないと放送禁止用語を叫ぶ。私はもうこの人頭のネジ何個か吹っ飛んでるんだなと思い、横の息子に何かされたら嫌だから、ダッシュで家の中入ってチェーンロック、また通報した。その間外からはずっと泣き叫んでる声が聞こえて恐ろしかった。警察が来てからも A ママは尻滅裂なことを言うだけ。私は息子に被害が行くのを恐れたのと、寝ぐずってたため、インターホン越しに警察と会話。誰がどう見ても A ママがおかしかったからか、警察は A ママを連れて行った。その夜、A 旦那が訪問してきた。同類だったら嫌だなぁと思いつつ、インターホンで対応すると、この度は申し訳ありませんでしたと、何回も頭を下げられた。直接謝りたいと何度も言われたので、息子も一人遊びしてるし、とチェーンをかけたままドアを開けた。そしたらその場で土下座。そして A 旦那は、こんなこと言うもんじゃないとは分かってるんですがと、なぜか身の上話わら。 A ママに、ここに越してきてから妻の様子がおかしくなった、我が家は中古だけど周りは新築で越してきたみたいだし恥ずかしいと毎日叫ばれ、挙句の果てに子供二人もいらないと言ってたそう。病院に連れて行こうも断固拒否。自分が仕事から帰ってホッとつけるはずの我が家がこんな状況で、耐えられなくなり離婚を提案したらしいが、 A ママやはり発狂。親権が欲しいけど、このままだと A ママに親権が行くから悩んでたら今回の事件。こんなこと言うもんじゃないとは分かってます、でもあなたのおかげでと泣かれた。こいつ何言ってんだと思いながらも、ハートしか返せず、迷惑かけたからと菓子折りを渡された。ちなみに幼稚園男児はその日、母親に、私さん家でお留守番していいって言ってたから行っておいでと言われたらしい。しばらくして向かいはまた売りに出されてた。あんなにプライベートな話をされると、やはり親権がどうなったか気になるけど、どうなったのかは知らない。ご近所さんによると、 A ママは田舎に引き取られたそうでした。